ちは。こんにちは。さあ、ゆたかさん、はい、今日も素敵なゲストがいらっしゃってますよ。素敵どころじゃないでしょ。はい、そうですね。これは、はい、まあ、マキアナが来てくれて、はい、桑田が片岡チャンネルで出てくれて、はい、で、今日は斉藤正樹という、はい、三本柱が揃いました。三本柱の中でも、はい、やっぱこういろんな人の話を総合するとやっぱその中でエースだったというね、はい、そういう自覚あるでしょ。いや、ないです。嘘ばっかりないです。いや、でもさ、みんな LINE でやり取りするんだけど、はい、なんで LINE をしない。いやいやいや、別に特別な理由はないんですけど。ないの、はい、めんどくさいとか、うん、まあまあそうですね、まあ、そういうことです。めんどくさい、はい、なんか今時 LINE をしないっていうね。珍しいですよね。珍しいけどね。はい、ということで斉藤正樹さんが今日はゲストにお越しいただきました。はい、はい、よろしくお願いします。いろいろ根掘り葉掘り聞きたいことは山ほどある。あ、そうですか、うん、そんなありますか。あるある。まあでもそのエースと言われる人ってさ、なんかこうバーンと前に出てくる人って多くない。まあそうなんか目立つというか、はいはいはい、でも極力目立たないようにしてるよね。いや、目立たないようにしてるわけじゃないんですけど、まあ、目立たなかったというだけですよね。そうなの、うん、まあ、まあ、その三本柱って言って、うん、やらせてもらって、で、まあ、もう桑田はもう高校の時からじゃないですか、うん、まあ、で、槙原さんも高校の時甲子園も出てますし、うん、まあ、まあ、全国区ですよね。高校の時から全国区ですよね。僕、まあ、高校の時も全く、まあ、3年生の時は埼玉大会の決勝までは行きましたけど、まあ、そのあんまりこう全国レベルじゃないところから入ってきたっていうのもあって、まあ、あんまりそういうのはない。でもプロのこう実績からするとさ、抜群じゃない。まあ、まあ、でも僕は僕なりにやっぱりあの2人にはこう、まあ、負けないようにというか、特に槙原さんは1個上だったので、まあ、槙原さんにこうついていくっていうか、まあ、コーチにもそういうふうに1年目とか教わりましたし。でもそういう闘争心もあった。なんか別にないような気がする。いやいや、そんなことない、うん、やっぱり槙原さんみたいにも2年目からガーッてきましたよね。だから僕も、まあ、2年目からちょっと僕は自信なかったですけど、まあ、でもそれなりにこう最初は順調に。でも2年目からほぼ、はい、2年目開幕1軍でした。ですだよね、はい、いや、その中でその時は上から投げてたじゃん。いやいやいや、もうその時からサイズだったんですよ。あの1年目です、変えたの。それなんで変えたの。まあ、上から投げてて、まあ、E3 リーグ2試合ぐらい投げたと思うんですけど、うん、4月ぐらいですね。まあ、でもあまり良くなかったんですよね。何が良くなの、コントロール、それとも、まあ、球の今勢いというか、まあ、高めの球は多少、まあ、早かった、行きましたけど、まあ、低めはちょっとお辞儀するみたいな。で、まあ、変化球って大して、まあ、カーブしかなかったですし、で、まあ、まあ、で実際投げて打たれたんですよね。で、まあ、一応その2軍のその首脳陣の中では、まあ、野手でもっていう須藤さんがちょうど僕と一緒にジャイアンツに戻られて2軍の内野守備コーチだったんですよ。で、須藤さんは僕を野手にしろしろっていうふうなことを言ってたらしいです。でも一軍ピッチングコーチの方は、いやいや、あいつはピッチャーだっていうので、一時僕は2つに練習したんですよ。ピッチングやったらバッティング練習もさせられてたんです、僕1年目 で。それがすごい嫌で、まあ、体力もないし、高校での1年目で、まあ、まだね、はい、その時はね、はい、だからもうそれがもう嫌で嫌でしょうがなくて、で、まあ、ちょっとセクサイレーという感じで打ってたんですよね。そしたらバッティングコーチに怒られたわけですよ、うん、で、まあ、そういうこともあって、で一応まあドラフト1位じゃないですか、一応、まあ、だからその頃は多分一軍の監督に今後どうするかを決めてもらおうって言ったんじゃないかと思うんですよ。で、わざわざシーズン中に藤田さんが玉川に来られたんですよ、5月ぐらい、うん、で、僕のピッチングを見てて、まあ、ちょっと許されてもらうって言われた。それで咲いてごらんって言って、あのホームが完成した。まあ完成というか、まあ、そこからそれに向けてずっと練習です。もう 2軍で玉川でイースタンリーグにも参加せず、もう9月までずっと毎日、まあ、体力強化も増えてますよね。で、まあ、それが良かったのかな。それで何、もう野手っていうことは考えられなくなったんです。でも例えば大谷が
年上で二刀流ってなってたら、うん、それはやっぱ考えてた。ああいう選手がいて、そういう後を追うってことですね。そう、まあ、もしかしたらあったかもしれませんけど、でもそれほどの選手じゃないですよ。でもバッティングでも自信あったでしょ。いや結構打たれた感じはするけどね。いや もうちょっとちゃんと打ってればもっと打ってたと思いますけど。まあそうだよね。もう完投するから打たなくていい。そうですね、もう打たなくていいとかっていうのがありますよね。その横に横で投げたこの感覚っていうのはどうだったの最初。最初やっぱりまっすぐは上から投げてる方がいってる気がしてました。でだけどカーブがすごい曲がったんですよ。ビューッって横にですね、曲がったな、うん、で、おこれすごいなと思って、うん、でとりあえずその野手の練習をするのが嫌だったから、もうピッチャー一本で行きたいっていう気持ちがあったんで、その変えることに全く違和感なかったんですよ。まあ、いや、それそれでやってみようと。もうすんなり受け入れられる。そういうことです、そういうことです。で、コントロールはどうなったんですか。まあそこそこですよね。そんな別にむちゃくちゃいいわけでもなかったですけど、まあそれなりだったと思います。いや、それなりになったっていうかさ、まあそれからまあプロのなんかこう野球人生がスタートするみたいな感じだったんですね。そうですね。で最初に投げた、最初に勝った試合が横浜戦。そうです。一勝目。覚えてる。覚えてますよ。途中から行って打たれながらですよ。3点か4点かぐらい取られてますけど、うん、まあジャイアンツが大量リードしてたんでそのまま。江川さんと誰かの後じゃなかったですかね。ああ、その時に5対4で勝ってるんだよね多分。違います。違った違う。それはあれです。11試合連続の関東の始まりの始まり始まりの試合です。あ、それもきつかったんです。それも。それも覚えてます。覚えてます。覚えてます。でもその20勝を2年連続していくわけじゃない。はい。でもその20勝が自分の成績のなんかこう当たり前になってくるのが嫌じゃなかった。周りの目が。つなぐなさんもありますね。ありました。勝って当たり前って見られてるので、まあ、ちょっと、まあ、例えば、まあまあ、7回3点ぐらい取られる、うん、変わるとなんか KO みたいな感じで書かれるわけですよ、まあですね、新聞に。えと思って、KO じゃねえだろとかって思いながら、その新聞記事は見てましたね。なんだよお前とかって思いながら。いや、でもさ、まあ、10勝すればさ、2桁、うん、ローテーション入ってるピッチャーだったら評価になってくるじゃん。まあそうですね。でもそれ倍返さなきゃいけないでしょ、うん、いやだから僕20勝だと11勝じゃないですか。そう、これも評価されていいよね。これだから給料下がりました本当に。ダウンしました。そうです。89年、90年と20勝、20勝で、よく91年、11勝。で、ダウンでした。まあ、11勝は11敗だよね。うん。まあ、でも、普通だったら、普通だったら現状維持でいいよね。まあ、まあ、20勝のことを考えればですよね。だから、それがベースになると、つらかっただろうなと思って。まあ、そうですね。でも、20勝してる投手が11勝しかできなかったら、もう全然勝ってないなっていう感じが。まあ、ちょっと、まあ、確かその時は故障とかもあって、まあ、1年間フルに働いてなかったと思うんですけど、うん、まあそれはやっぱり、まあ、ちょっと申し訳ないなっていうのがありますよね、もちろんね。完投っていうのがもうベースになってきたじゃない、はいはい、それも辛いことじゃなかった。まあそうですね。でも、まあ、そんなにその最初から完投しなきゃって思って投げてたわけじゃないし、まあ、そう思うときついじゃないですか。最初から完投目指してるんじゃなかった。いや、でもそうだ、そうやって自分で思っちゃうと自分を苦しめるだけじゃないですか。まあ、まあ、だからとりあえずまず5回行けっていう感じで、で行って、でそこからあともう1回1回行く感じでした。まあ、その試合の流れもあるじゃないですか。でも例えば1回から9回まで投げていく間に、はい、やっぱ9回ってピッチャーって特別なの。まあ立ち上がりも難しいって言われてるけど、まあペースができれば、はい、なんとなく投げれる、はい、でも9回ってまた特別な感覚になる。まあそうですね。やっぱり、いや今分業制でさ、抑えが崩壊してるような各チームが、でなんか見てると精神的には押し潰されてるというか、うん、で完投してきてるピッチャーも9回になんか崩れるっていう、うんうん、そういうことがあるじゃない、うん、
やっぱ9回って特別な回、まあ、やっぱりこの回抑えたら勝ち終われっていうところが余計なこう力が入ったりとか余計なことを今までと違うようなことを考えたりするんじゃないですかね。やっぱり欲なの、まあそうでしょうね。それはあるんじゃないでしょうか。欲が出てくるとやっぱ球界に良からぬことを考える、うん、そんな感じはしますけどね。でもそれを11カウント連続カウントしてるわけでね、はい、その中の防御率っていうか失点が12しかないんだよ、はい、ほぼ相手にしてないというか相手を。いやいやそんなわけない11カウントで12失点しかしてないんだ、はい、自責点が10ですね。あ、その中で自責点10、うんうん、それで100イニングなんですよ。99だけど1試合だけ延長もあるんで100イニングなんですよ。で10点なんです。だから 0.90 ですね。じゃあ9回も何もなかったというような感じ方がそんなことないですけど、まあまあその時はちょっと特別ですよね。でも一番頼れるボールっていうのは何だったの、投げて、うん、困ったら何だったの。困った、あでもそれはちょっと難しいな、まあ、両方ありますよね。困ったらカーブっていう時もあったし、まっすぐって時もありましたけど、それはいや、ね、俺が対戦してるイメージは困ったら高めのまっすぐだと思って、うん、基本そうだと思います。力でねじ伏せてやるっていうようなそんな感じだったよ、ね、まあそうですね、そうだと思います。でもマウンド上でそういう闘争心っていうのは見えなかったんだよね。そうです。いや闘争心があったりしても、うん、例えば桑田とか牧原とか比べると斉藤正樹というエースは静かな感じで、静かな感じでガーンと来てたという、その場合結構自分の中で思い出たつもりなんですけどね。あ、そう、うん、と思います。また。